ギリギリ危ない、ギリギリだ。こんばん、こんばんは。危なかった。ちょっと準備しながら配信だけつけるっていう先に弱すぎる。気持ちが、この枠は23時55分までかね。23時55分。こんばんは。よいしょ。ああ。どうもどうも。あ、近そう、ショールームアワード最優秀賞でした。ありがとうございます。23時55まで。よし、インタビューも良かった。え、ありがとう。インタビューもなんか頭がね回ってなかったけど、そう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 、さっきね、さっき9時ぐらい配信してて、そう、アイチーと一緒にね配信したんやけどさ、そうそう、ありがとうございます。そうそうそう、でもなんかメンバーがコメントしてくれとった。なんかリオツンとかお前としてくれとったし、ね、見れんかったんよ。コメントしてくれとった、見えんかった、ごめんね。嬉しかったけど見えんかった。そう、アイチーのファンの方がなんか、そう、なんか、そう、押し投げとかしてくれて嬉しかった。うん、2人で配信できてよかった。あ、そう、リオツンね、そう、新人賞取ったね。すごいね、新人賞もなんかロケートグループで2人やった。
すごいね。そう、星投げありがとうございます。投げカウント、すごい。結構さ、あのさ、やりきったよね今日一日さ。結構なスケジュールの中さ、なんかあれやね、怒涛のスケジュールの中、よかった。朝からね、まあ、朝の方も覚えてないけどさ、ね、皆さんありがとうございます。私がね、メイクさんにね、今イベント中なんですって話をして、でメイクさんに星投げのこととか話したらめっちゃ感動しちゃったよ。めっちゃ感動してたよ。だから私もね、なんかちょっと、そう、自慢の、ちょっと自慢みたいになっちゃったそう、そんなファンの方がいて、なんか方々がいっぱいいて嬉しいねって話をして、そうなんですって、なんかちょっと、そう、自慢しちゃった。朝早くからね、5時から発信だけど、ファンの方は4時に起きてとかしてるんですよとか、0時まで一緒に起きてるんですよって。初めてちゃんと見ます、ありがとう、嬉しい、友達ありがとう。今日はこれは、そう、自分で決めてみたけど、結構予想よりも結構ハーフアップな感が強かったね。あ、チャレンジ、そう、チャレンジ裏技、チャレンジギフト、裏技なんです。チャレンジを私の配信見たら、あのね、1日に5個もらえるの。だから10個貯めて、2日で10個投げてほしい。一気に10個でポイントが 1.2 倍になるからね。めちゃくちゃ可愛いって嬉しい、ありがとう。星投げ完了って、ありがとう。そう、今日貯める日、そう、貯める日とね、私に与える日があるの。10連打難しいよね、だんだんね、やりすぎたらね、難しくなってくるよ。トロフィー2つはね、もうね、本当に大きくてね、キャリーケースに入んないのでね、もうなんか預けました。マネージャーさんに預けました。チャレンジギフトは投げられる、自分で持って帰る。レインボースターなどありがとうございます。ギフトも 10連ありがとう。10連打でポイントが 1.2 倍になります、ありがとう。
泣き管理用ってありがとう。そうそうそう、結構ね片手で持ってたらねだんだんと、そう軽いけど、うん、そうですね、スピーチをその場で考えた。そう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 、ツイートしようと思ったって。もうねそのね考えてメモに書いとったんですけどね、なんか気づいたら本当に緊張しすぎてね、頭が何も考えなくなってからなんか全部忘れてしまったんよ。うんうんうん、そう、12月28日、なんだ、とんでもない人が現れたぞ。とんでもない人が現れたぞ。カウント50カウントはね、数字だよ。数字で言う、よし、半角ですよ、半角数字です。50回コメントすればいいけど、それもでも50回コメントすればいいのはいいけどね間違いではないよね。確かに、あ、全角筋でもいいのね。成人式の行くね、私成人式のやつおらんわ、私今24歳の。私おらんわ。ニヤ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 、混じってても大丈夫ねえ。そうだね、どういうことよ。でも最近24歳になりました、最近ね愛仙さん、ありがとうございます。タコいっぱいありがとう。初見の方もギフトとかレインボースターとかもありがとうございます。ありがとうです。
そう、寅年も終わりですね。そうだな、明日の配信時間決めなきゃね。そうだそうだ、決めましょう。あ、50個目ありがとう。サルピカラ返信来てる。サルピカラ、あ、本当だ、珍しい。年越しまであと3日ってことにハッとしました。珍しい。意外とこのカウントダウンもさ、こういうことを生み出すんだね。こういうことを生み出すのすごくない？なんとなくさ、本当に始めてからさ、今日まで続けてきましたけども、こんなことも生み出していくのよ。すごいわ。カウントダウンやっててよかったよ。いやーすごいわ。ハートがすごい勢いだね。だってこんなハート見たことなかった、ありがとう。あ、愛知推しの方、星泣きカウントしていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさん話した、愛知の時。そうです、ランキング低いよ私。あれ、ハートタワー、お、なんかこのジャンプと合わさってないのがちょっとじわじわくる。愛知かわいいよね。それな、かわいいの、かわいいし優しいのよ、本当に。そう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 。明日のスケジュール決めなきゃね。いつもツイッターのさ、なんか返信とかそういうのなんかファンの方に言われて気づくんやけど、すごいね。そう、この枠は60分配信なので23時55までで、で1分、その1分後に配信するよ。あ、ありがとうございます。お腹は全然鳴るよね。明日グーグーお腹。
明日は、明日結構時間ある？刻むか。刻みますか。刻みますか。上手にできた？12時半までと、6時半から。色を分けたいですね。そう、私ね、枠は今日は大丈夫、いい感じの感じですよ。そう、3週枠増やしたいよね。明日3時間は決定の配信が理想。いいね。星集めは今日、あ、投げました。ありがとう。です、ありがとう。
スケジュールで言えば40分ぐらい。制限解除になります。なので、うん、今日は40分ぐらいに制限解除されたら星集め行って、で帰ってきて星投げして、で23時55分に配信終わって、でその1分後に56分から始めて、そこでとりあえず全部星投げるのよ。その4分間で全部星投げる。4分で投げるのよ。そう、いける？全部流れた。なんで？指が4分間で。高尾ゴンヤン、ありがとう。めっちゃ可愛い、ありがとう。皆さんも星投げやギフトありがとうございます。ありがとう。気合い。ちょっと一回更新します。そう、睡眠は。きちんとは取ってないです星集め来ましたって。お、ありがとう。そうそうそう、カウントより星の方がポイントは高い。だから星投げの方が大事。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。取り損ねた。ありゃま。あ、ありがとうございます。バルーンはね、1日に5個もらえるよ。睡眠大事ですよね。でもいいよ、大丈夫。だよ。三週は3時間おき。今日は、うん、寝れる。多分。意外と大丈夫だよ。18時半。行けます。18時半行けます。
うんね、そうなの。そう、あのね、ランキングね、2位でした。みんなありがとう。嬉しい。パチ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 。皆さんのおかげで、おかげさまで2位になりました。嬉しい。やっぱすごいんだ。すごいんだよ。けどね、また昨日みたいにすぐ4位になっちゃう時あるから、全然あれなんだけどさ。とりあえずは、そう、でも本当にこんな本当に結構ねじ込みのタイムスケジュールでさ、よくよくよくぞよ。そうだね、今日のショールームアワードの効果で新しく来てくれる方も増えたらいいね。みんな偉いよ、ありがとね、本当に。だからどうなってるか分かんないけど、とりあえず。ここからですね。バルーンギフト多い？バルーンギフト大事ですね。とか、そう、フォロワーさんとか友達とかに呼びかけてくれてる方もね、ありがとうございます。私は今日ね、足に豆ができました。とぐらい頑張りました。そう、そう、お風呂入るのが怖いです。しみるやん、絶対しみるやんね。靴ずれです、靴ずれ。緊張してました。なんかずっと痛いなと思ってたけど、そしたら豆ができてた。うん、今日は55分までして、残り4分で、うん、そう、星投げタイムです。星投げと、あと星がない方は50カウント。ピエンだよ。そう、今日のやつがね、表彰式でスニーカーあった時にもあれだもんね、スリッパとか。投げと50カウントありがとうございます。今日も
明日になったらあと3日になります。そこでもう2022はもう終わりです。なんやかんやで終わりです。1位目指してるよ。そうなの。エナジードリンク今日飲んだよ。マネージャーさんがメンバー分買ってきてくれてた。本当に終わり。そうだよ。そう、10連大事です。何でも何でもかんでも。何でもかんでも10個から大事です。そうそうそう、何でもかんでもかける10にする。何でも10個。なんでもかんでも、なんでもかんでも。寝てない。寝てください。さやも、そう、私も。なんやかんやで。寝るよ。なんやかんやで寝るよ。とりあえずね、本当やね、だんだん髪がなんかなんかとってもなんか味が出てきた。ありがとうございます。そう、そうそうそう、もはやこんな色やったっけって思うぐらい髪こんな色やったっけって、なんかなんかいろんなもうしわしわすぎる、やばすぎる。星集めに行った？星求む。今取りすがりにの方もこんばんは。なんと私星を集めてます。電話番号 SMS 登録をされた方は、されてる方はぜひ星とかレインボースターを待ってます。え、ありがとう。なんか今だんだん思ってきたけど、私今年も最優秀賞なんだね。やばくない？なんか今思った。やばくない？え、今年もなんだね。私去年あんなにさ、なんかえって思ったけど、今
え、今年もやばくない？え、やばいよね。なんなん？なんなん？え、なんなん？私どうしたん？何が起きてるのか分かんない。いや本当だよね、びっくりしちゃう。でもなんか マネージャーさんが言うには結構すんなり決まったって。あ、通りすがりからありがとうございます。ね、そうみたいです。なんか視聴者数の方も多いし、新規ユーザー数、なんか新しくフォローしてくれる方がなんかすごい多いみたいなんですよ。私も なぜかわかんないんだけどみたいですよ。いや、まさかのまさかです。ほんでもありがとう、いつもいつも。ありがとね。2年目もね、ショールームアワード最優秀賞2年目もよろしくお願いします。そうそう、配信からファンになってくれた方も本当にいらっしゃって、そのファンになってくれてライブ来てくれたりとか、お話し会に来てくれたりとか、本当にたくさんいらっしゃる。 STU 知らなかったとか、48のお話し会初めてですとか、アイドルのお話し会初めてですとか、そうだから嬉しいですね本当に。だってなんかショールームやってなかったらさ、出会ってない方もいるってことよね。嬉しいですよ。もちのローンね、本当に各種いろんな場所で好きになってくれることもね、本当に嬉しいんですよ。公園でとかね、イベントでとか、嬉しい、ありがとう。クラコン。じゃあ明日は刻みます。一押しになりました、ありがとう、嬉しい。あ、舞台を見て、とりあえず明日は刻みで。5時捨て星で、5時捨て星の5時50から6時20って感じでどんどん刻んでいく。またショールームのあのあれに書いとく。とりあえず伝えることは5時に捨て星、5時50に配信開始です。
もう5時でも驚かん。私もなんか5時って言うのがね、なんか本当に言おうか言わないか迷う時もあったけど。そうだね、今日よりかは。またハードな人事始まるね。友人よりマシだね。待って、そのセリフがちょっと本当にやばい。感覚が。ねえ、本当にさ、この世界中でさ、こんなにさ最高な素敵な人らが集まってきてさ、いいってぐらいさ、本当に。ありがとう、感謝。明日5時にして5時だよ。で5時50配信開始だよ。これから配信終わったら星集め始まるもんね。そうだよね、5時配信でさ3000人来てくれたよね。すごいよね。なんかそれもね、話しとったん、メイクさんにね話したの。そうだよ、すごいよ本当にね、嬉しい、ありがとう。嬉しいし、とりあえずこんなになんか一緒に、本当に一緒に応援してくれたり、なんか一緒に考えてくれたりとか、一緒にこうもっとなんとかしてくれようとしてくれるのが本当になんか嬉しい。私はとっても幸せ者なんだなって思います。うん、起きれませんでした。じゃあ明日は起きようね。明日は起きれるって信じてるよ。嬉しいです。なんかなんやろ、一人一人が本当に私のためにしてくれて、あ、通りすがりの方ありがとうございます。パフォーマンスありがとう。3時に目が覚めた。3時、なんか本当になんかなんやろ、誰かがしてくれるとかじゃなくて、なんか本当にサーヤのためにっていう感じが伝わってきて嬉しい。お、ありがとうございます。どうだよね、年末。そうだよね、年末でさ、年末に早起きするの。なかなかないよ。2022年はそういう年にしよう。いや本当に私も自慢の自慢です、皆さんが。
そう、愛知で話できた？うん、いっぱい話した。また会えるよ、1月6日にサンリオのやつで。サーヤのためは自分のためって嬉しい。嬉しい。確かに早起きの習慣できそうだ。他に話した人、でも結構みんなと話した。あの登壇する前にファンになったばかり。あら、これからずっと応援しますって。ありがとう、嬉しい。ありがとう。明日から休み。おお、そうそう、時間だね。今日は酒です。はい、また明日待ってます。あと西野美希さんもね、いらっしゃった。でも緊張してあまり見れなかったでも優しくなんか笑顔だったのはね、わかりましたよ。そうそうそう、優しい世界。優しい世界。ありがとうございます。うん、そうだよね。あと6分。あと6分。本当だよ、嬉しいな。いや本当にすごいね。私最優秀賞だったんだ、今年も。何なんだろうな。何なんだろう、一生分かんない気がするこれ考えてもうん、実感ないね自分にそんなに意識してないし、なんかよく分かんないけど、でもそう、こんなに素敵な方々に出会ったのは分かる。こんなに出会えたのは本当に分かるよ。それは分かるよ。ありがとう。みんな。あと5分。みんなに出会えたことの素敵なことはわかるよ。本当にそうだよね。なんて素敵な世界に生まれたん。優しい気持ちになりました本当。うん、って思います。おお、座席発表ね。ドキドキのやつだ。ちょっと待って、ランキング発表。1位ティースさん、2位マイセンさん、3位高尾ゴンヤン、4位コッペさん、5位みつるんさん、6位あーさん、7位かたむつりさん、8位もっちーちゃん、9位テイクストックさん、10位やましんさん、11位にがきや学級員さん、12位たつひこさん、13位フジポンさん。あ
ありがとう。ありがとうございます。10連ありがとう。10連大事。じゃあ私は55分にこの枠閉めて1分後にまた配信するね。そうだよね。みんな拍手人生で一番星投げるよね。そうです、そうです。あと3分。パチ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 。日課です。あとまたすぐだよ。みんなありがとう。感謝だよ。明日は5時、星投げの5時52。配信だよ。5時50から6時20 30分。明日はステップ5時、もう時間になっちゃう。ありがとう。そろそろお時間。ありがとうございます。バーイバーイ。また会いましょう。1分後。バーイバーイ。いっぱいありがとねん。Bye. Yay. Yay. 星投げ。 Time.滑り込み。みんな星、ありたけの星をここでよろしく。
私は炊いて作ります。超真剣モード。たくさんの完了報告ありがとうございます。ありがとう。一緒に早起き確定だ。あ、あともう終わっちゃうわ。ありがとう。ありがとう。よし、このあと残り1分ツイートするっていう。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。また明日。ありがとう。またね。完了ありがとう。またね。ありがとね。おやすみなさい。ありがとう。ありがとうございました。